スノーマンが2月14日にリリースする10トンエッジシングル、ラブトリガー、We, LL Go Together より、新曲、We, LL Go Together のパフォーマンスビデオが公開された。We, LL Go Together は、メンバーの渡辺翔太が初の連ドラ単独主演を務める日本テレビ1月期新ドラ、先生さようならの主題歌。葛藤もありながら前向きに進んでいく姿を表現した切なくも明るいミディアムチューンで、We, LL Go Together、イコール、共に歩もうというメッセージは、リスナーの家族、恋人、仲間だけでなく、スノーマンとファン、そして9人の絆にも重ねられる、こん届けたい楽曲となっている。歌詞、どんな言葉を紡げば、笑顔の花が咲くのだろう。問いかけた夕暮れは、記憶の奥深く、乾いた日常で、活路をし尽くしても、雨上がりを、潤す愛しさが、街中、七色に染める。この星の上、溢れてる、確かな鼓動、鳴り響いて、新たな奇跡、時を超えて、生まれていく。どこで夢の続きを見ていても、変わらない景色があって、あの日、あの場所で巡り会えたこと、永遠だから、数えきれない夜空の彼方で、流星の軌道をたどって、二人、そよ風に願いを込めた、愛すべき未来まで届け、そっと思い出閉じたら、明日の扉、開いてみよう。二度と同じ道はない、幾千の物語、秒針の音はただ、静かに刻んでいく。またどこかで別れを選ぶたび、広がる真っ白な世界。例えればほら、降り積もる、季節外れの雪のように、止むことのない、僕らの歌、君に捧ぐ。決して特別な日々じゃなくても、終わらないドラマがあって、その瞳、目、その手に触れて笑えたこと、永遠だから、拭いきれない涙があるなら、何回も希望を灯して、遠く離れても心寄せ合い、愛すべき君の未来まで届け。この偶然は必然と呼べるから、不意に薄れる、当たり前の幸せ、何よりもそばに、どこで夢の続きを見ていても、変わらない景色があって、あの日、あの場所で巡り会えたこと、永遠だから、We, LL Go Together、数えきれない夜空の彼方で、流星の軌道をたどって、二人、そよ風に願いを込めた、愛すべき君の未来まで届け、愛すべき未来まで届け、リビングの松永さん、中島健人&向井浩二の大胆、膝枕シーンに視聴者悶絶、アドリブ、どっちも羨ましい、モデルプレス。2024年1月30日病育シーゾーンの中島健人が主演を務めるカンテレフジテレビ系ビドラ、11、リビングの松永さん、火曜夜11時の第4話が30日に放送された。スノーマンの向井浩二との膝枕シーンに反響が寄せられている。ネタバレあり、中島健人主演、リビングの松永さん。人気コミックを原作に、様々な世代の男女が共に暮らすシェアハウスが舞台となる元作。恋に不器用な堅物の荒沢男と、ピュアで一生懸命で恋愛偏差値、3の女子高生が、時に衝突し、時に助け合うことで互いを認め合い成長していく。ドキドキ年のサラブコメディ、中島健人&向井浩二の膝枕シーンに反響。女子高生、ミキ、高橋ひかる、コウは正式には、はしごだかは、グラフィックデザイナー、松永、中島への気持ちが、恋だと自覚するが、一つ屋根の下で暮らしていると、かえって距離感がわからないと、親友の真帆、志田琥珀、とりっちゃん、薄いもやし音に相談。するとりっちゃんは、バーテンダー、健太郎、向井と医大生、しのぎ、藤原大輔を含めた、シェアハウスの男子3人と合コンをしようと言い出し、医大生のしのぎが気になる真帆も、その提案に賛成する。しかし、ミキは松永たちになかなか話を切り出せず、シェアハウスで一人悩みながら、リビングにいる男性陣を見つめる。そこには松永に膝枕をしてもらう健太郎の姿が、邪魔だという松永に対し、健太郎が、純くんが好きなんだよと甘えると、しょうがないなぁと受け入れるという二人の中、睦まじい関係性が伺えた。なお、中島&向井による同作の裏話では、共演シーンでアドリブが多いと明かされていることから、視聴者の間では、アドリブ、健太郎というより向井浩二そのもの、膝枕大胆、可愛すぎ、包容力ある松永さんも甘えん坊の健ちゃん、健太郎もいい、どっちも羨ましいなど、悶絶の声が飛び交っている。土屋太鳳が泣き叫ぶ。ストーカーに追われる役どころで審査会地を開く。マッチング、場面写真4点、
土屋太鳳が主演、スノーマンの佐久間大介が共演する、マッチングから、ストーカーに追われ、事件に巻き込まれる主人公、若、土屋の場面写真4点がお披露目された。元作は、ミッドナイトスワン、サイレントラブの内田英二監督が脚本も担当した完全オリジナル作品。マッチングアプリで増えた、出会いの裏に仕掛けられた、罠の恐怖を描く。土屋はウェディングプランナーで、恋愛音痴な若を演じる。元作で実写映画単独初出演を果たす佐久間が、若とアプリでマッチングする、狂気のストーカー、長山智役、金子信明が若に思いを寄せる、マッチングアプリ運営会社のプログラマー、影山剛役で共演。さらに、杉本哲太、片山萌美、誠飛び肘、後藤武則、片岡玲子、斉藤由紀ら実力派キャストが脇を固める。若は、同僚に勧められたことをきっかけに、マッチングアプリをいやいや始めることに。場面写真では、仕事終わりに父、杉本と居酒屋で酒を酌み交わす姿や、トムが家まで押しかけてきた際の怯えた表情を滑車。トムから執拗に追いかけられ、悩んでいた若が、影山に相談を持ちかけ、安堵している様子も確認できる。そして、警察官に抱えられながら泣き叫ぶ姿もあり、彼女の身に何が起きたのか、気になるショットとなっている。偶然アプリでマッチングしたことからストーカーに追われ、さらにアプリ婚連続殺人事件に巻き込まれていく若。内田監督は、土屋太鳳さんはこれまで清楚なイメージの役が多かったと思いますが、今回は主体性や自信のない人物が徐々に強くなっていく、その変化を演じてもらいました。アクションもあり、むき出しの表現もあり、洋画のサスペンスには付き物の絶叫も頑張ってもらって、新たな面が見えたのではないでしょうかと、土屋の新世界が見られることを示唆している。